続いてのニュースです。岸田総理大臣は日本時間2日夜、イギリス北部グラスゴーで開催中の COP26 ・国連気候変動枠組みで第26回締約国会議に出席し、岸田外交を本格始動さ,させました。バイデン大統領と短時間言葉を交わしたほか、イギリスのジョンソン首相やオーストラリアのモリソン首相と,とも会談し、 インド大企業の安全保障環境について協議します。10月4日の就任直後に衆院解散を表明した首相に。に、衆議院解散を表明した岸田総理にとって法営、放映が総理としての初回遊となりました。ジョンソン氏との会談では、自由で開かれたインド待機業の実現に向けた連携を確認しました。 両国は自衛隊とイギリス軍の共同演習を重ねるなど、防衛協力を進めており、さらなる協力強化で一致します。モリソン氏とは中国に対抗するため、日米豪印の枠組み、クアッドの連携強化を確認しました。演習などで相手,部隊に相手部隊を自国に受け入れる際の円滑化協定締結に向けた脅威加速化でも合意するとみられます。すベトナムのファン・ミンチンミチ首相とも会談する予定です。 ベトナムが南シナ海で中国とパラセル諸島の領有権争いを抱え、日本も沖縄県尖閣諸島周辺で中国から挑発行為を受けていることを踏まえ、中国による東、南シナ海での一方的な現状変更の試みへの懸念を共有する見通しです。総理は10日の第2次内閣発足へ向けて日程が詰まっており、イギリスへの滞在予定は8時間という強行日程です。各国首脳と接触できるる時間も限られるが、 かけられますが首相は6年ぶりとあるコップ首脳級外交を欠席すれば日本は気候変動問題に関心が低いとみなされると判断し放映を決めました日本外交は軍事的挑発を強める中国や北朝鮮の対応韓国との関係改善などが過程が山積みしています総理は4年7ヶ月の外相経験で培った人脈も生かし首脳外交に取り組む考えです